ダイソーで買いました。税込み1100円です。ソーラー充電モバイルバッテリー 5000mAh、2個買い、中身です。本体です。ケーブルが1本入ってます。取説です。ライトがつきます。長押しすると消灯します。つなげてみます。つかないです。バッテリーに給電してみようと思います。充電してるようです。点滅してますね。
昼に充電させるには使えるかな。家でワイヤレス充電器を試してみます。つきました。充電できますね。これなら車中泊で使えるかな。夜1万ミリアンの充電器をこれで5000ミリアンですね、これで充電しておき、次の日に使えるようにする。こちらは昼間は太陽光で充電して貯める、そういう使い方ができる可能性はありますね。実際何日か車中泊したりして試してみたいと思います。